おい、てめえ。ありがとう、伝わってくるぜ、お前の思い。おい、なになになに、おお、すごい。これやられちまった俺はもう事故死するかも。ヒーローが飛んだのにテンション上がっちまったよ。自分が怪我したの忘れてたぜ。真っ白はよ、なんで救急隊になったんで。おかえりさん。記憶喪失なんですよ。車が廃車になるまで残り3分。残り3分。強すぎるな。てなやつらだ。廃車になるまで。外のやつはなんか。ちょっと待って。ちょっと飛行機の中の金だけぶっ飛んで行きたいとこがある。行きたいとこがある。最低人間。頑張っていけ、頑張っていけ。強きそうじゃなくなってないか。安寧してくれ。え。こいつ、おい、てめえ。観念しろ。ごめんね。アポ？え、ちょっと待って。これフリーカの強盗が撃ってきた。一応足は止めてる。あ、降りた降りた降りた。やったやったやった。あ、ナイス。バカ野郎。バカ野郎。なんでこんなことしまんだ。たくもう。罪重くしやがって。罪重ねちゃった。あくよ、悲しいよ。もう俺が悲しいよ、人のこと殺しやがって。本当はね。ああ、なんだ。チェイス頑張りたかったんやけどさ。そうだな、ずっとゼロ距離じゃん、あの人。そうだな、ずっと張り付くな。あいつ運転うめえからな。ちょ、もちょもの見るぞ。うん、いいよ。こうとこうと。これは銀河一兄貴ではないのか。俺は銀河一兄貴。久々に見ました、エイムです。あ、お前エイム。元気に自己紹介しやがって。何悪いことしてんだお前。また、名前見るぞ。なんて名前だ、なんて名前だ。あ、わかったぞ。わかったけど、まあ言わん。あ、でもそうなのか。そうか。そうなのって何。ちょ、恋絞ったけど、お前昔俺は世話になったからな。俺は覚えてる。喫茶店でなんか飲み物、せバットでぶん殴られたんだ俺の車。思い出した。え、私が。あ、そうそう、あれだよ、修理してもらう過程でぶん殴られて俺初めて見て、はい、超テンパったんだよ。なんで俺の車殴んだよっつって。マルコ、なんで悪いことしちまうんだお前。覚えてくれてるじゃん。いや、覚えてるよ、まあ、これ食ってろお前。あ、5個負けちゃった。じゃあ計510万。殺さなきゃ200万で済んだのに。バカ野郎、もうおとなしく捕まんだぞ。いやだ、いや。あくよ。マルーンさん、スワットやったってこと。マルーンはスワットだな。ああ、なるほどな。まあでも警官でも銃撃てるぞ。うん。え、あのあれも、え、アサルトやったよね普通に。アサルト、待って、アサルトまずいのか。ちょっとそれ確認しとくわ。一応ハンドガン持ってたんだけど違ったらすまん。警察ってよ、警察ジョブの場合って、銃は1丁しか持っちゃダメなんだよな。ハンドガンだけ使って。あ、ハンドガンだけか。うん、はんはんはん、わかった、了解だ。すまん、これハンドガンがテーザーらしいから俺のミスでアソルト使っちまった。うん、あ、いいよいいよ、それは全然。あ、じゃあちょっと俺が100万返そう。いいよ、いいよ。いや、俺のミスだ。あ、いや、もう俺のギリが通らねえ、こらよ。いいよ、よしよしよし、釣れるだけでいいよ。まあでもなんか俺みたいに知らねえやつもいっから、まあなんかもしあったら教えてあげてくれるか。そうらしいよっつって。うーん、じゃあプリーズ行ってもらう。行ってきます。もうすんじゃねえぞ、まったく。考えとくわ。おお、考えといてくれ。うん、じゃあな、マルコ、またね。おいよ、観念しろ、竹森。ごめん、俺もう無理そうだ。俺もう無理そう。3台打ち合いになってる。兄貴出血？それ、それとも撃たれた？ちょっと時間経ったけど。撃たれて出血だよ、多分これ。お疲れ様でーす。あー、すまねこっちだ、すまねー。あー、ありがとうよ。パシ、パシ裏、パシ裏。一回病院連れてきた。あー、すまねー。よろしく頼む。赤黒パラゴン。警察はどうだ？え、なんだ？兄弟か、お前ら。あー、まあそんなもんだね。あ、そうか。あ、じゃあ、次頑張る。ありがとう、頑張るぜ。ありがとう、伝わってくるぜお前の思い。ありがとうよ。じゃあ送ってくるよ。はい、よし、よろしく頼む。よし、ああ、ありがとう、助かる。これは指名
された感じだよね。おい、なになに、おーすごー、なになに、お前スーパーマンじゃねえか、お前おー、えぐえぐえぐ、すごー、まあな、こんなもんな、おみがだな、おー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 、マジかよ、お前すごいな、おー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 、あー、いた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 、ちぐちぐかっこ悪い、ありがとう、お前あんた本当にヒーローなんだな、いつでも呼んでくれ、やっぱ足がない時とかでも全然呼んでもらっていいから、ありがとうよ、いいもん見るとびっくりした今の、もう童心に戻るとはこのこと、じゃあ帰る時もあんな感じなのか、あーもちろんだ、じゃあまたな、頑張れよ、頑張ってくれヒーロー、ちょっと聞いた、すまね、銀河一起こしてもらったぜ、これやられちまった俺はもう、事故死するかも。助けてくれ、吹っ飛んだ後自分の車に引かれた。助けてくれ。俺怪我治ってないの乗っちゃった俺今。あ、それも良くねえな。それの因果応報な。今しべだな。ちょヒーロー飛んでいくのに突っ放けてた。白状するか。あーすまねえな、何度も事故ですかこれ、事件、いやこれはな、俺が松葉取れてねえの忘れて乗っちまって事故っちまった。あーなるほど、どうなんだ、ま、松葉中にまた怪我しちまったけど、車椅子です、車椅子、しばらく病院でじっくりしろ、もう動かねえ、もう病院から、すまねえヒーロー、俺はなんてバカなんだ、車乗っててよ、はい、シートベルトつけ忘れてガンってぶつかるじゃねえか、はいはい、俺が吹っ飛んだ後自分の車に轢かれた。そんなことある、ひでえ、俺の相棒が俺を裏切りやがった、ひでえ話だぜヒーローが飛んだのにテンション上がっちまってよ、自分が怪我したの忘れてたぜ、かっこいいですからね、かっこよかった、あれで運ばれるのすごかったじゃあ車椅子だね、どうなんだ、一回治ったと思うじゃないですか、とも思うぞ、動いていいのか、あーおおおしばらく世話になるぜここで、あれ兄貴どうしたの、いやちょっと偉い目にやっちゃった、ヒーローがかっこよすぎてよ、ヒーローかっこよかった、かっこよくて痛み忘れて気がついたらこのざまよどんまい、ガミ友さんはよ、なんで救急隊になったんだ、いろんな人とね関われるんで、うん、まあ、確かにそれはそうなの、お話できるし人の役に立てるし、転職ってやつかい、そうですね、入れてよかった、うん、なるほどね、真っ白にも聞きたいことあったんだよ、どうしました？真っ白はよ、なんで救急隊になったんで？なんでか、まあ知りたいかも。おかえりさん。記憶喪失なんですよ。ああ、お前記憶ねえのか？で、うん、なんか医療知識とか医療関係に少し。もっとひどいと触れていた記憶が、あ、その辺の知識はあったのか、よかった、よかったぜ、神様パイセン、あ？救急隊の娘？どういうことだ？いいよ、警察だ！お前たち救急隊の娘を預かった、バカじゃの声がする、バカじゃないか、バカじゃないよ、返してほしいか、返してください、返してやってくれ、いい、私にチンチロで買ったの返して、よっしゃー、見つけてますよ、金はいくらですか、あれ掛け金はいくらですか、掛け金か、月に決めていいぞ、誰が誰が代表だ、かけてやる、俺の全財産をかけて勝負だ、強く、おお、全財産、財産、いいだろ、来い、男じゃねえか、小林付けなんて怖くねえ、お願いのみ、2位はやばい、まずい、なし、めなし、頑張れのみ、2位、熱い熱い、もう一回振れ、中じゃ取り戻してくれ、めなし、頑張れのみ、あまずい、195に1億だ、195、どうだ、じゃあ次はお前取り返したやつ、よくもやってくれたな、おい、ちょっと、ヒーロー、ヒーロー、俺も1億かけるぜ、1億来い、男じゃねえか、頑張れ救急隊のヒーロー、おら、目なし、救ってやってくれ、いけ、おっ、シゴロー、シゴロー、ヒーザー、ヒーザー、ヒーロー、目なし、シグロ以上、シグロ以上、ヒーロー、くっ、うわぁ
つは男だぜ、俺は知ってたんだよ。くそ、ありがとう。覚えとけ。なんか平和的に解決した。あ、よかったよかった。え、ありがとうね。味と前のバカジャが落ちたから、昨日の夜そこで助けてて、そこまで送ってくれたの。でも1億失った男が死ですよ。ごめんのみ、ありがとう。いや、ヒーローが返してくれた。おお、ヒーローも。ノビーも男じゃねえかよ。可愛いでしょ。ありがとうございます。ヒーロー、こりゃヒーローだぜ。マシロマシロ、はい、さっきの話続き聞かせてくんねえか。記憶なくなったって話だろ。で、この部分に偉いカテジという人間がいるのは知ってるか。ああ、見たことある。なんかいろんなカテジ見たけどな、今まで。そうね、俺が2日目さ、この街で何をしていこうかなと扉をガチャリと開けたら目の前にカテジがいてな、あれよあれよと気づきは救急隊だったんだ。ああ、まあじゃあカテジがもううちでやろうぜっつって引っ張ってったのかい。いや、カテジとな話をする中で、おうおうおう、カテジのことをな尊敬するようになって。ああ、そうなのか。で、医療知識もあるから、うん、俺もカテジみたいになりたいと思って。おお、そういう風に慕われてんだな、カテジってな。愛されキャラだと思ったけどな。うん、いや、カテジはとても真摯で真面目に救急に対してな立派な心持ってるんで。まあ確かにそれは感じる。そうかい、厳格な救急魂をカテジは持ってるんだ。じゃあカテジに、まあなんかこう憧れもあって救急隊に入ったんだな。今でもな、カテジのことは尊敬してるし、うん、憧れてるよ。なるほどな。で、記憶の方は少しでも戻ったのかい？記憶の方は多少なりとも戻ってきてはいるよ。あ、そうかい。おお、まあでも進展があるならよかったじゃねえか。怖えもんか、そうやって戻ってくるってのは。嬉しい方が勝つか。今はもう、まあ戻ってきても全然特に思うところはないかな。そうか。まあ、真っ白が真っ白なら俺はそれでいい。兄貴、お前がより幸せになることを願うぜ。ありがとう兄貴、本当にな。でも記憶があってもなくてもこの街でいっぱい生きて、いろんな思い出やいろんな関係性を持って、こんなにいろんな人がいるからもう大丈夫。兄貴もいるし、まあ、知ろ兄貴バケる。その照れくせえこと言うんじゃねえ。兄貴が起きてくると嬉しいよ俺は。ああああ、もうこれからももっと顔出せるように頑張っからよ。まあこれからも、ね、ああああ、無理せず続けていくぜ、ゆっくりとな。ありがとう兄貴。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。